阿弥陀経はよく読まれますので、聞いたことがある人も多いと思いますが、一切経七千余観の中でも特に大切なお経です。阿弥陀経は社会一代の結経と言われるんですが、結経というのは結びのお経ということですので、 とても重要なことが教えられているということです。どんなことが教えられているかは、阿弥陀教の二つの特徴からもわかります。それはどんな特徴かというと、一つ目はお弟子のシャリホツの沈黙。二つ目は無門自説教であることです。 一つ目のシャリホツの沈黙というのは、お釈迦様の十大弟子の一人、知恵第一と呼ばれるシャリホツが、阿弥陀教のご説法の最中に、お釈迦様から三十六回名前を呼ばれているんですが、一度も返事をしなかったということです。師匠であるお釈迦様から、 名前を呼ばれているんですから、弟子としては返事をするのが当然です。たくさんのお弟子の中でも、特に十大弟子の一人に数えられるシャリホツですから、なおさらです。それにもかかわらず、シャリホツは、一回も返事をしていません。それはなぜかというと、 お釈迦様があまりにもものすごいことを説かれたからです。それで知恵第一のシャリホツでも返事もできないほどあっけに取られてしまったんです。阿弥陀経にはシャリホツが返事を忘れるほど驚くべきことが説かれているんです。次に二つ目の 無紋自説というのは、誰にも問われずに、自ら説かれたということです。ほとんどのお経は、誰かの質問に答えて始まっています。例えば、大無量寿経というお経の場合は、お弟子の阿南が質問していますし、漢無量寿経というお経は、 部人という人がお願いして解かれていますそれ以外のおでもほとんど誰かが質問してお釈迦様が説法を始められているんですところが阿弥陀経は誰も質問していないのにお釈迦様が自ら語り始められています その時お釈迦様は、よほどこれは解いておかなければならないと思われることがあったということです。それはお釈迦様が、私が生まれてきたのはこれ一つ解くためだということを解こうとされて、喜んでおられたんです。私たちも気分がいい時に、 誰にも聞かれなくても自分から語り始めることがあります。それと同じで、お釈迦様は、私が今まで苦労してきたのは、これ一つを皆に教えるためだったのだということを説かれるところで、とても喜んでおられたんです。ですから、阿弥陀教には、 お釈迦様がこの世にお生まれになられた目的が説かれています。それは、私たちが永遠に変わらない幸せになれる、ただ一つの道です。では、変わらない幸せとはどんなもので、どうすればその幸せになれるのかについて、詳しくは、 ビデオの下のリンクからご覧ください。